クリプトマーケット、これからかなり荒れそうな、そんな予感がしているので、今日はその5つのちょっとやばい危ない理由を紹介していきます。それが1つがマウントゴックスの話、2つ目がイーサリアムのアップデートの話、あとはシルバーゲートの話、あとはマクロの話とレギュレーションの話、この話をしていこうかなと思います。まずはビットコインのマウントゴックスのアンロックの話っていうのがあって、で3月の10日から9月にかけてマウントゴックスにロックされたビットコインたちがトータルで4000億円分ぐらいのビットコインがあるんだけども、それが約2万2000人ぐらいの債権者に配られ始めるっていうことがあるんですよね。なんで簡単に言うと新たなビットコインがマーケットに流れ込むんで、それによって売り圧が増えるんじゃないかみたいなことが言われていると。でこれをちょっと見ていこうかなと思うんですけど、データを見ていくと全体で2万2560人のクレディター、つまり債権者がいて、で平均ね、平均で言うとだいたい1億円だって、1億円返ってくるんだって、びっくりしない？平均でだよ。ただこれメディアン中央値を取るとだいたい1000万円ぐらいになるんで、相当データとしては偏っているんですけど、それが出ているのが面白くって、全体の 0.1% のクレディター債権者が、5ビリオン US ドルなんで、もう6000億とか以上を持っていると。なんで1人当たり日本円で言うともうなんか2、300億とか返ってくるみたいな感じだよね。で全体の 1% が全体の半分の、ボリュームを持ってるっていうことなんで、これによってかなりのクジラが発生すると、生まれてくるということはね。なんで、そういった人たちが実際に売り始めるとちょっと、マーケットはやっぱり荒れるんじゃないかなということだね。人によってはいやいやそんなに売り圧は、ね、出ないんじゃないかっていう人もいるんですよ。でその理由としてはその荒れると思ってて、まず、マウントゴックスの、その債権者っていうのはその権利をもうすでにファンドとかに売ることもできたわけですよ。なんで本当にお金が必要な人たちはもうすでに売っているっていうのもある。あとはビットコインとして受け取るだけじゃなくて現金として受け取ることもできて、全体の多分確か 10% ぐらいは現金なんですよね。なんで、全てがビットコインではないっていうことも、あるので、あとはかなり昔からある話だったから、2013年14年の話なんで、すでにもうプライスインされてるよねっていうこともあるから、そこまでこう驚きの売り圧っていうのはないかもしれないということもあるんで、そこまで影響ないんじゃないかっていう人もいると。であとは1日あたりのトレーディングのボリュームを見るとだいたい17から20ビリオン US ドルぐらいなんで、そのうち3ビリオンってそこまで大きい金額ではないじゃないですか。なんで大丈夫じゃないかっていう人もいる。ただこのボリュームってワッシュトレーディングっていって、人工的に作られているボリュームっていうこともかなり含まれているんで、実際のボリュームがどれぐらいなのかみたいなところは結構謎ですよね。で自分がユースケがどう思ってるかっていう意味で言うと、ぶっちゃけそこまで心配はしてないかなっていうのが正直なところですかね。っていうのは、まずもうすでにみんなこれが起きることは知っているし、であとは短期的にリクエリティの問題で、サプライが増えていくっていうのはあるので、そういった意味での価格の下落っていうのはあるものの、ただファンダメンタル自体が別に変わるかっていうと、別に変わらないわけじゃないですか。でビットコインの別に性質が変わるわけでもなくて、別にレギュレトリーの枠組みが変わるわけでもなく、ただ単にサプライが一時的に増えるっていうことだけなんで、一時的なここで下げは多分プライスにはあるとは思うんですけど、影響は。ただ別にそれが今後2年3年5年先のビットコインの姿に何か影響するかというとそこまでは影響しないかなと思うんで、逆にここでうまいこと下がってもらってまたさらに買い足したいなっていうことを思ってますね。はい。なんでみんながどう思ってるかっていうのをちょっと下のコメント欄にお願いします。で次、イーサリアムのアップグレード、上海アップグレードっていうので、イーサリアムをステーキングしてる人がやっと引き出すことができるようになってくるんだけども、それが要は売り圧になるんじゃないかってことで、ファットが起きてると。でこれも正直、先に言ってしまうとあんまり心配はしてないんですけど、どういうことが言われてるかっていうことを、まとめると、このまずタイミングが一つ問題で、今回のマウントゴックスの、引き出しのタイミングと、もともと計画されていた3月の引き出しっていうタイミングが合うから、ちょっと危ないよねということでファッドが生まれていたんですよね。で
ただ、まあ、今回アップグレードが若干遅れて4月になるので、まあ、そこのタイミングがずれるっていうのはまず全体としてはいいことかなと。で全体で言うと16ミリオンなんで1600万イーサレムが、まあ、引き出し可能になるということで、まあ、それが純粋にファッドにつながってるんですけど、これただ全部が引き出せられるわけではないですよ。で純粋に現物を、まあ、預けてる人もいれば、あの LSD って言って、まあ、このチャンネルで何回も言ってますけど、リキッドステーキングデリバティブスっていうのがあって、あの別にイーサリアムを本来だったらステークすると引き出せなくてもう何も使えないんですけど、その LSD っていう例えばライドとか、まあまあ、いろんなプロトコルがあるわけですけど、そういうのを使うとその代わりのトークンをもらえて、要はあなたはこれをステークしてるよねっていう証明書のトークンをもらえて、でそれを使ってまた他のところで、まあ、あの運用したりとかっていうのもできるようなものもたくさん出てきてるんですよね。なので、まあ、そのユーザーも実際たくさんいるわけですよ。だから、まあ、そもそもすでにリクイリティを持ってるっていうステーカーの人たちがたくさんいるので、純粋に別にそこで売るってことはしないんじゃないかっていうのもまず一つ思うことですかね。あともう一つは、まあ、このデータを見ていくと、まあ、今の段階で、実際にイーサリアム売ってしまうとかなり実はもう単価的にも損を出してしまうという人がほとんどなんですよ。このデューアナリティクスとかのデータを見ていくと、まあ、あの全体の、まあ、多分半分以上は、まあ、ロスの状況に今なってるんで、まあ、そこなので、まあ、今すぐに売るかっていうと、まあ、売らない人も結構いるんじゃないかなと正直思います。であと今回の、まあ、実際の引き出しっていうのも、まあ、一斉になんか用意どんでなるわけではなくて、まあ、段階的にこれもロックされていくんで、アンロックされていくんで、いきなりめちゃくちゃそれが正に売られるってこともないし、まあ、今のトレーディングボリュームを見てもまあまあねあるので、そこまで一気に価格が下がっていくということはないんじゃないかなという気はします。予想だけのね、勝手な、これは別にファイナンシャルアドバイスでも何でもないですよ。まあ、ただまあかなり不安要素ではあるので、まあ、これはちゃんと注視しておくといいんじゃないかなという気はする。で3つ目ちょっとクイックにですけど、まあ、シルバーゲートですけど、まあ、他のところでいろいろニュース見てると思うんで、まあ、さらっといくと、まあ、カリフォルニアベースの銀行で、まあ、アメリカでいうクリプトフレンドリーな銀行のもう代表的な銀行として知られていて、まあ、コインベースだったりとかクラーケンだったりとか、あとは FTX もまあ使っていたと。ただまあ今回 FTX の破綻によって1000億円以上のロスが出ていたということが分かり、まあ、そういったこともあって、まあ、今後まあ破綻をしていくわけなんですけど、まあそういうのもあり、まあ、コインベースとかまあ重要なプレイヤーからまあ切り替えられてしまっているということがまあ1個ありますね。であとまあアメリカの司法省がFTX との関係性をいろいろ疑っていて、まあ、あの今回シルバーゲート調査をしっかりとしているということもあるんで、まあ、今後それが、ね、どう出てくるかというのも、まあ、結構不安要素としてはあるかなと思います。あとはファイナンシャルレポートの 10K というのがあるんですけど、まあ、それも時間内にもう提出ができないぐらい、もう内部的にも結構ごちゃごちゃみたいなんですよね。なんで、まあ、そういったところからのファッド周り、なんか噂で言うと今アメリカで最も世界で最もショートされているストックがシルバーゲートだとかって言われてるらしいんですけど、このプレイヤーがまた倒れることによってまた次のドミノがどう倒れるのかみたいなことが結構不安かなという気はしますね。はい、次4つ目、はい、次はまあマクロの話なんですけど、まあ、マクロで言うとまあ CPI、あと PCE、まあ、この辺が予想以上にまあ高いよねっていうところがまあ予想されているので、まあちょっと不安要素があると。であとはもう金利ですよね。で金利ちょっとまあ見ていくと、まあ、3月のデータでいくとこれですね、まあ、4.75 から 5% が 72%、まあ、5から 5.25 が 27.7% なんですけど、まあ、今年をずっといろいろ予想を見ていくと、まあ、かなりどんどん上がっていくってことですね。5月でいうと、まあ、5.5% が、まあ、31% とかで、これがどん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 増えていき、まあ、7月ぐらいには、まあ、あの 5.75% までに上がる可能性がもう 40% 以上あるみたいな、40% ぐらいあるみたいな、 36.9% かある話とかにあるんで、まあ、これがね続く中でどういうふうにマーケットが反応してくるのかっていうのが結構気になるかなっていう気はする。あとまあ CPI の今回発表が3月の14日にあるのと、あとは22日に FOMC があるので、まあ、それに向かってまあどういうふうにマーケットが動くかっていうのが結構、まあ、今月で言うとね結構気になるかなという気はする。で今まあ US のね、まあ、1年の T ビルとかを見て もう 5% ぐらいあるじゃないですか。なんでまあそういった方にまあある程度お金が流れてしまうということもあるのかなというのは結構ツイッターの、ね、会話とかでも、見ることがちょっと増えてきたかなという気はする。
で最後レギュレーション規制ですけど、今年はもうめちゃくちゃ規制が増えてくると思うんですよね。でそれをかなり気をつけないと、まあ、痛い目にあるかなっていう気はしている。まず2月だけを見てもめちゃくちゃたくさんのニュースがあったんですよ。例えば見ていくと、クラーケンが SEC に突っつかれて30ミリオン払ったとか、あとはまあ SEC がドークオンテラフォームラブを訴えるとか、あとパクソス BUSD の発行元に対してね、圧力をかけたりとか、あとはまあバイナンス US が今すごい注目を浴びてますけど、まあ、なんか400ミリオン US ドルを、ヘッジファンドに送っていたとかね、まあ、そんな話があって、まあ、真実は分からないけども、まあ、そういったファッドがかなり流れている。でかつ SEC は確実にそこをターゲットに、取り締まりをしてきているので、まあ、そこの動きはどうなるかですよね。あとはまあ例えばダッパーラブスの、ベースボールカードとか、そういうっていうか何トップショットとかね、ああいうのが完全に、セキュリティだとか言い始めたりとか、まあ、シルバーゲットの先の話とかね、あとはギャリー・ゲンスラーがビットコイン以外の全ては証券であるみたいなことをインタビューでほのめかしたりみたいな、まあ、真実は別ですけど、最終的には裁判所が決めるわけですけど、ただ、まあ、SEC が言うことってすごく重要なので、そこはね注意してみた方がいいかなと思います。っていうことを見ていくと、2月だけでもそんなことがたくさんあったじゃない。なので、まあ、これはまだまだ始まりで、3月4月5月もう向こうの次の四半期とかでもね、まあ、かなりこういった動きがあると思うので、これがねどういうふうに、まあ、動いていくのかっていうのが結構気になるかな。まあレギュレーションはいいことだっていう人もいると思うんですよ。ただ今アメリカのレギュレーションってかなりアグレッシブで、全てバンだとかね、なんかよくわからないことをしてくるわけじゃないですか。なんで、まあ、そういったことが変に出るとマイナスになることも多分あると思うので、結構注意をしていかないといけないんじゃないかなという気はしますかね。でまあ、人によっては、いやでもさ、アメリカの別に規制が増えどうのこうのって、別に全世界はアメリカにね属してないわけで、他のマーケットがあるから大丈夫じゃねって言ったりする人もいると思うんですけど、個人的にはあんまりそれは思わなくて、アメリカの影響力ってやっぱすごいんですよ。でアメリカで例えばバンをしてて他の国で OK っていう時に、やっぱその国家間のプレッシャーってやっぱあるわけですよね。例えばアメリカが経済制裁をしている国に対して何かベネフィットがあることをしている国には、まあ、同じような経済制裁を与えるようなプレッシャーとかもやっぱり来るわけじゃないですか。ということを考えると、まあ、いろんな国はやっぱりアメリカの動きを見てるわけですよ。なんでこの今回のアメリカのレギュレーションがどういうふうにセットされるかっていうことが今後の足場をある程度固めてくるんじゃないかなという気がするんで、結構ちゃんとね見ていかないといけないんじゃないかなという個人的な思ってますということで、今日こんな感じです。なんで、まあ、マウントコックス、イーサリアム、そしてシルバーゲート、マクロの話、レギュレーション、いろんな意味でちょっと今後荒れそうなんで、まあ、今後ねまた情報があり次第即時みんなにアップデートしていきたいと思います。どう思いますか？みんなのコメント待ってます。ということで今日この辺で終わりますけど、また次の動画でお会いしましょう。ではでは。